これが不発弾から拾ってきたピッカピカの新品、の308ウィンチェスター、青いシールがついている。まあパッと見まともそうに見えるけれども、残念ながらちょっと弾が入り込んでいる、そしてこんな風に弾が潰れている。普通落としたりとかした場合でも、まあこういう風になる可能性もあるけれども、弾が中に入ったりはしない。つまりこの人は弾がとか実砲室に多分まだ残っているだろうというやつにそのまま入れようとしたという感じがするね。もしかするとこれはセミオートでそういう風になったのかもしれないけれども、これが一つと、もう一個これはすでに抜きかけて気づいたから、これも同じように先が潰れてる。これもっと奥の方に入ってたけど、まあちこち傷がついてるんで、多分これは故意にやったことではなくて、自動装填のセミオートのライフルでこういう風になったんじゃないかと思う。真実は怒り。この3つの先の潰れた弾を再生しようと思う。めちゃくちゃといえばめちゃくちゃだけど、まあまともに飛ぶかもしれない。やってみなきゃわからんから。さて三脚をセットして移してみよう。弾の再生その1でもないか。あれ逆だ。こうして、ガタガタなのを、完璧ではないけれども、まあさっきよりはいいかね。まあ、打てるんじゃない？これはめちゃめちゃなやつ。これはちょっと難しいけれども、まあ相手が名前だからそうでもないでしょう。デザインとは違うけれども、まあこんなもんで打ってもそんなに悪い状況にはならんでしょう。ちょっと軽いけど、まあそんなとこですかね。さっき再生させた
やつをリロードして、こんな感じになりました。